本日のもてなし効果は意外と知らない隠れた名店てっちゃんです。名の浜駅から徒歩7分ほどで明治通りから少し路地に入ったところにあります。住宅街の一角ではあるんですが、近隣には小料理屋さんやバーなどが立ち並ぶ地元の方々の憩いの場ともいえるような地域です。お店の前にはコインパーキングがありまして、大通りからも入れる路地なんですが、結構狭いので車で来られる際はご注意ください。カウンターが数席のみの小さなお店なんですが、非常に綺麗にされていて清潔感があります。接客も丁寧で居心地のいい空間です。セットメニューもあり、トッピングも選べるようです。メニューにある煮豚が気になりまして伺ってみたところ、こちらのお店ではチャーシューのことを煮豚というそうです。卓上にはニンニクやごま、紅生姜などが置かれています。夫婦でされているお店のようなんですが、非常に丁寧に料理をされていて、息の合った連携プレーを見ることができます。ものすごいきっちりと湯切りをされる大将です。実はこちらの大将はちょっと変わった経歴の持ち主なんです。いよいよ美味しそうなラーメンが出来上がります。今回は煮豚をトッピングしてみました。上品な感じの盛り付けです。スープはクリーミーな見た目で、油もちょうど良さそうな塩梅です。煮豚の肉質が良さそうで、ネギもたっぷりで嬉しいです。こちらのラーメンは豚骨臭はないタイプです。てっちゃんさんは2006年創業で、名の浜の地域では知る人ぞ知る名店です。大将はもともとどこかのラーメン店で修行をされていたわけではなく、フレンチのご出身だそうなのですが、なんとラーメンが好きすぎて独学でラーメンを学ばれてお店を出されたそうです。クリーミーなスープは口当たりがよく、雑味がないすっきりとした味わいで、豚骨好きにはもちろん苦手な方でも食べやすい味わいの一品が地域の方々に愛されています。さらりとしていてまろやかそうなスープです。つやつやツルツルした感じの麺で、喉越しが良さそうです。まろやかなスープとの相性がしっかり考えられているような感じです。ほろほろ崩れる一歩手前の絶妙な塩梅で美味しそうです。クリーミーでうまいですね。そして熱々です。柔らかい口当たりなんですが、しっかりパンチがあります。もちもちした感じの麺なんですが、しなやかなコシがあって美味しいです。メンマは割と大きめカットです。こちらもなかなかうまいです。豚最高ですね。肉の旨味がしっかり残っていて、これは美味しいです。替え玉までしてみると麺のもちもち感がより一層わかります。てっちゃんさんは名の浜で一番美味しいと言われることもあるお店なんですが、その美味しさはもちろん、接客が非常に丁寧で、
ラーメンの提供の際、語尾にございますをつけてもらったのは初めてかもしれません。ラーメンでございます。なんだか嬉しくなる体験でした。